あなたが先手です。対局開始。どうもガロです。お願いします。ということで今日も将棋ウォーズ自分将棋やっていきましょう。ということで、ちょっと長らく 2,3 日ぐらいですか、ちょっと動画お休みしておりまして、まあ、その理由がちょっと咳がひどすぎて動画撮れなかったっていうことなんですけど、病院に行ってきてですね、副鼻腔炎となんか蓄膿症みたいなことを言われまして、それでまだ今日病院行ったばっかなんで、まあ咳もすごい出るんですけど、今ちょうど出ないタイミングなので、そのタイミングでちょっと動画撮ろうということで撮っております。で、この将棋ですね、まずはごめんなさい、やっぱ出るわ。はい、ということで相手が居飛車なんで、穴熊じゃないや、右玉しようと思ったけど、ここで角道を閉じてくるってことなんで、これは角交換しない形の右玉になっていくのかなということですかね。また、まあね、意外とね、角交換しない形の右玉の方が相手もね、対策ができてないことが結構多いんで、結構ね、意外とチャンスなんじゃないかなっていうのも感じてます。で、相手が防銀できたら一応この形だったら、まあ筆止めといて、6七銀型の風車右玉ですかだっけ、合ってるかな、みたいな感じにやっていきましょうか。で、まあ6四銀7五歩っていうのが相手の狙い筋ですよね。まあ、それをどう回避していくのかっていうところになっていくんですが、この形だと、なるほど、早囲いしてあれですね、3二銀ってやってくるかもしれないですね。左美濃っぽくやってくる可能性があるので、まあ一応こっちもどうしようかな。4五歩ってつけないんですよね、まだね。まあ、この辺まで入れといて、てかこれ1五歩って位取れますね。取ってもいいかな。これ4五歩いけないかな。4五歩3ちょっと早いですか。5やってみようか。4五歩同歩は同桂で5五角で難しいですかね。まあでも4六歩って打っときますか。さすがに銀取んのは飛車取られて金取ってちょっとなって感じですもんね。3でこれなら、これなら、まあ一回取っといて、まあ6五歩もあったかもしれないですね、わかんないけど、まあこれで一応4五歩って押さえとけば、とりあえず位だけは取れたのかなということで、でまあこれ3三銀って引いてきて、で7三角から4六歩を狙ってくるっていう流れになるかもしれないですね。なんで一回こついておきますか。3 4 5、まあいいや、金上がろうか。まあ一応ね、こう金上がっとかないと何かあった時に怖いかなということで、まあ7三角で4六歩って打たれても、一応5六銀ってかわしときはとりあえず大丈夫な気がするので、1、まあ、ここ突きたいんだけどな。3一応こんな感じで突きますか。いや、どうしようかな。まあいいや、打たせよ。はい、まあ、一応今下のラインに入ってたんで、一応下逃げといて、で4六歩って打ってきたら5六銀ってかわします。で次6五銀から7四銀を狙っていくっていう流れですかね。なんで打ってこないと、打ってこないんで、ここついちゃうと、ここつけるか、ここついといて、で次、まあ、4六歩は5六銀で また大丈夫かな。ここもついてみるか。2 3、で次は、待って、これちょっと待って、これ相手が2二に王様いる、これライン入ってるけど大丈夫ですかね。ただ一歩ないんでちょっと苦しいか、苦しいというかちょっと足んないか。まあいいや、端歩詰めといて、これどうなんですかね。これよくわかんないけど、1、2、まあ、こんな感じで盛り上がっていって、まあ、5五歩同歩同銀みたいな感じですか。でこれ4六歩だったら3八銀と引いといて、で5七銀から 6八角で大丈夫そうですね。2これ一回一歩交換できそうかな。これで4六歩って打たれる筋もなくなったんで、まあ、同歩同銀で5四歩だったら4六銀と右側に逃げておいて大丈夫そうですかね。3 4 5、これ暴れてくるのかな。やったら8 9、取るか。今ね、6四歩もあったかなと思ったんですけど、どうなったのか。同金で5五歩だったら同金同銀同角同角同飛車34でまずそうですか。5 6 7、よくわかんないで言うと、よくわかんないで言うと、ちょっとダメだな、難しいですねこれ。でも同金同銀同角同角同飛車でどうしよう。あ、引くんだ。引くのはちょっとありがたいですね。引いてくれるのは非常にありがたい。5 6、ありがたいが、ありがたいがどうすればいいか分かんない。7五歩もあったかな、分かんなかったな。ちょっとまあ、微妙な感じになってますけど、まあ一応6七金って中央に使っていくってのもありますかね。まあ、これならかわしといて、まあ、大丈夫。で、まあ、あとは6七、これね、6五桂って跳ねてくるかもしれない。あ、違う、7三桂か。7三桂だったら、まあ、それはいいか。
7三銀だったら5六銀って立っといけば大丈夫そうですかね。で同角だったらどうしよう。1、2、3、まあ、1回上がっときますか。まあ、歩打ってくるのかな。歩打れともそんな怖くないか。7、8、1回上がっといて、まあ、3五歩同歩同銀から2四歩同歩同銀同銀って銀さばきに行きますか。パッとしないですね。パッとしない。まあ、これはこっち引いといて、まあ、次6七金から7六金って出ます。出ていって角を1、さすがにこれ金出るのも危ないかな。金出て8六歩に7六金やりすぎ。7、やってみよう。相手が穴熊なんでね、これかなり強い攻めが来る可能性あるんですけど、まあ、8六歩7六金でこれで角引いてくるんだったら8六で大丈夫ですね。で一番怖いのは8七歩成7五金に1、2、3かわしてないよな、まあ、7五金にね、これで8八となんですけど、その時に、7一角って打って金の方を狙いに行くっていう手があるかなと。5あるかな、まあ、これで5二飛車だったらどっちみち飛車は慣れないんでいいかなと、まあ、8八とはあっても別に景気を拾われるだけなんで、まあ、そこまでかなっていう感じなんですが、さあこの辺りからどうしていくか。6、まあ筋こんな感じですか。で同歩に2五歩、同歩同桂で2四銀に、まあ、1四歩同歩1三歩みたいな感じでぐにゃぐにゃっとやっといて、あ、ここで寄るのか。3、まあ、一回これはなっといて、これはですね、これは2五桂から4四歩が入るんでそんなに嫌じゃない。1、2、3、4、まあ、一回跳ねるのか。5、うん、3三桂成は入れば嬉しいんで、で2二銀って引いたら4四歩って突く手がどっかでありそう。ただこれ7二飛車があるんでその点だけ注意が必要ですね。1、なるほど、そういう感じか。3、これは銀取って同桂はないと思う。同金寄るかな。同金寄るですかね。1、でその時にこれ7二飛車だけ残ってるんでそれだけ嫌だ5ってことで、まあ、この辺に振っといてそれを阻止するって感じですかね。で次に4一銀とか打っていく感じですかね。4一銀って打って、まあ、5一飛車だったら3二銀なり同金に6二角なりみたいな感じですね。1、でそれを嫌って飛車を横に逃げてくるということなんで、5、もう一歩垂らしますか。6、まあ、飛車をいじめに行くっていう感じですかね。あとどうしようかな。これ受けにくいと思うんですよ。8二歩とか打ってきたら飛車の横行きが止まるんで、まあ、7二歩成から8二取ってやってもいいんですけど、1、2、こんな感じでもいいかなと。で、まあ、9四飛車とかは8四とからどやるのかな。ちょっと迷いますね。8五金でも積むんですけど、そう、多分そっちに来ると思ったんで、その時にどうやってやっていくかなんですが、6、7、まあ、シンプルになっておきますか。まあ、いつでも取れるように取って8二飛車から桂香を拾って、なんかね8五なんかゴニョゴニョっとできそうな気がするんでちょっと苦しいですね。1、2、3、はい、でどうするかですよ。5、6、まあそんな相手から速い攻めがないと思うんで、まあ、と金作って桂香を拾って4四桂とか4四香とか、今日は4三歩があるか、4四桂とか打って剥がしに行きますか。ただ相手から速い攻めがあったらちょっと怖い。これは同金ですね。3、同銀だと4五飛車があるんで同金ってやっといて攻めがあるかどうかですね。多分ないと思うんですけどね、そんな早い攻めが。なるほど。1、2、3、4、まあ、取ると相手に駒入っちゃうんですけど、6、7、まあ、一回逃げときますか。で4四歩同歩同金だったら4三馬ってやりますかね。いや別にいいか、4五歩でも。1、2、3、まあ、全部ちょっと丁寧に対応しときますか。金引いといてこれで6六金って寄れれば手堅くなるので紐もつくし、であと怖いところどこだろうな。1、2、これ狙ってますね。4、これは飛車ビューも狙ってますね。7、8、やめとくかちょっとこれちょっと日和すぎですかね。これちょっと日和すぎかもしれない、まあ、8三飛車に別に8五歩って打っとけば大丈夫だったんですけど、なんとなく引いてしまった。ちょっとこれやりすぎな感じがするんですが、1、2、3、まあ、これで、で同金だったら4五歩って同金に4三馬ってやりますか。どう飛車なんだ。1、2、3、まあ、これは歩打ちが普通ですかね。で多分4二飛車ってぶつけてくると思うんですよ。でもこれもここまで来たからにはもうゆっくりやるのが
勝負です。ゆっくりやるのがいいですか。もうここまで来たからにはもうちょっとゆっくりやります。でまあ5四歩から5三歩成を狙っていってと金攻めですかね。どうしようかなこれな。取り込み1取り込みで、まあ、5四歩4で次5三歩成が結構きついと思うので、まあ、この辺りで4四歩同歩同金歩打ちは同銀ですかね。まあ、同金でも同銀でもまあいいか。なんとなく同銀の方がなんとなくいいなっていう、あんま深い意味ないんですけど、同金だとまあ67の地点がなんかね、銀とか持たれたら割り打ち打たれるかなっていうのがあったりなかったり、これ隣が張りますね。4 5 6、そうこの時も4五歩4二と4六歩の時に4七の銀に当たってないんで、まあ、こっちも構わず3二取ってできるのが強みですかね。1、うん、こっちの方が1枚というか取られる駒が少ないんで、これ取れるのがでかい。でこの辺りですよね、同金の時にどうしていくかなんですけど、同金の時にどうするか。1 2 3、どうしますかね。5 6 7 8 9、そうそう本当に見えないなどうしようかな、今分かんなかったんですけど、まあ、打ち込まれても同銀同歩成同玉とかやっとけばとりあえず大丈夫なんで、それはいいんですけど、強化3 4、まあ、とりあえず6、とりあえず振っといて同強に4四歩くらいですか。1 4 4歩と打っといて、これでまあ不況が止まるん で、 であとどうやって寄せるかなんですけど、どうやって寄せればいいんだろうな。2二歩、1 2 3、これ銀打って引いて角打ちがあるのか、これ受けるのか、そうか、8 9、なんかすごい日和りまくってるんで、ちょっと怖くなってきたんですけど、多分大丈夫。まあ一回4一飛車ぐらい打っとくべきだったかな。1 2 3 4 5、これは6 7、もうとことん日和るか。はい、これで桂馬取れればとりあえず大丈夫ダメだな、いやーちょっと、まあそうですよね。で清算してきて、で歩の取り込みに関してはどう馬ってやるのが一番手堅いですか。1で取ってきたらどう馬、同玉ってやると、まあ、3八角とかいうラインも出てくるのかな。1、まあ、どう馬でもう手堅くいきましょう。まあ、たまにはこういうね受けまくる将棋があってもいいでしょうということで、ちょっとね攻めと受けが中途半端すぎて変な感じになってるんですが、2、まあ、しょうがない。3 4、まあ、これはこう取るのかな。6 7 8、まあいっか、はいまあ同銀同歩なり同金の時に怖い攻めがあるかどうかっていうことなので、でちょっと気をつけたいのがこれ今ここで2歩あるか、2歩あるんで、まあ、4四香も4五歩で止まるし大丈夫ですね。まあ、徹底的に受けてるんで、これは取りますか。3取るとあれか、5、いやいいか、取るか。でまあ3四銀とか打つんですか。で4六馬だったら4四香とやって、そうやってやるんだ。それは寄っといて、3、そろそろ寄せに行かないと怖いですね。1桂打ち3桂打ちは引いといて、で歩打ちは3八金と寄っといて大丈夫。いや5八金と寄りますか。3八金と寄るとなんか5七角とか打ってきて数の攻めみたいなのが来そうなんで、1これはどう玉で3 4 5 6 7、これはどう玉で、で3三桂とか跳ねてくるんですか。3三桂に関しては5一飛車って打つと1回王手になるんで、そこで1枚駒使わせられるんであんま怖くないですね。ってことでどうしてくるか。歩打ちはより3 4、まあ3八の方がよかったかな。まあいいか。まあこれはもうあと5五6四6三6二7一っていうルートができてるんで、まあちょっと良くなったかなと1いう感じなんですが、3これも上がっとくかな。寄ると多分かくなってくるんですよね。7上がっちゃおう。上がって4九鳴らしてで寄せに行きますか。そろそろ5一飛車ぐらいから、5一飛車からなんか3三桂とか打ったら多分寄ってるでしょこれ。2
で、まあ、あとは全部シカトレ、次3三桂って打ちますね。で同金だったら2二銀から3一銀に打って、2二金までですね。1 2、これ多分これで寄ってると思うんで、ここで寄ってなかったら事件なんですけど、まあ、同金で2二銀同玉に3一銀、3二玉4二銀なり同玉4一金、3二玉5二左みたいな感じですね。はい、ということで、それは4、これ4一成りたい、まあいいか、こっちでも、はい、こっち取っといて、1で2札抱く3同玉4、いやー馬入りか6 7、でこれ次3三桂から詰めろ詰めろぽい、はい、まあ詰まなくても最悪最悪桂成りか、桂成りはもう上に抜いといて大丈夫そうですね。でこれ3三桂からん3三桂から1一銀で2二銀打って、厳しい将棋じゃった、ありがとうございました。というわけで感想戦に移りたいと思います。はい、ということで、こっち先手番なんでこのまま進んでいって、まあ、相手が、角交換を拒否してきたってことで、まあ、普通の右玉になったんですが、ちょっとね、あまりにも受けすぎた将棋になってしまって、なんかねこの辺り技がかけれそうな気がしたんですけど、ちょっとなんか手数が間に合わなかったですね。そう、この辺りでね何か技かけたかったんですよ。ただちょっとこれ4六歩がずっと見えてるんで、ちょっと気持ち悪いなっていうのはあったんですけど、相手も打ってこなかったんで、このまま進んじゃいましたね。そう、この5五歩がちょっとやりすぎだったかもしれないですね。ここおとなしく、まあ、5七銀から4六銀って組み替えとく方が良かったですかね。もうどうせ相手は穴熊組まれてるんで、なんでこれでちょっと5筋回られて、この歩はね多分同金ってやられてこっちまずいと思うんですよ。同金同銀同角同角同飛車で、まあ、6六銀とか打っとけばとりあえず大丈夫なんですけど、まあ、でもそっか、6六銀って打っといて、まあ、6四歩から6三角みたいな感じで成り駒作ってじわじわいくって感じか。で相手も我慢してきたんですけど、まあ、この辺りはそんなに嫌じゃないかなって思ったけど、この6七金がどうだったかな。まあでも7一角で相手が5二飛車ってやってくるなら、まあそれはそれで OK ですか。でこれ8七左ってやってきて、で金取った時に向こうから早攻めがあるかってところなんですけど、あんまないと思うんで、まあここはありでしたかね、この歩は。であとはこんな感じで進んでいったんですが、まあこの辺りでもう鹿として7二飛車って回ってくるのかなって思ったんですけど、7二飛車3三角成、3三桂成同金で2四歩同銀2五歩、7一飛車2四歩2二歩、あんまよくないですもんね。そこっちが7二飛車3三桂成同金の時に、まあ、5三角成かなんで、7二飛車5 3三桂成同金すぐってやってきて、まあ、5三角成を消してくると、そしたらどうすればよかったんだっていう話ですね。うん、になってくるので、ちょっと、うん、ここで7二飛車はちょっと嫌だったかなって思いましたね。うん、じゃあどうしようかな、結構困ったな。まあ、一応本譜は2四歩だったんでこれ取っといて、で同金寄るだったから、まあ7二飛車にも一応5三角成があるし、あとこう歩打っとけばとりあえず、うん、回られてはないんで、で相手も有効な手がないでしょうということで、まあ飛車回ってきましたけど、まあ、これはもうね右面攻撃でと金攻めしといていいんじゃないかなっていう感じですかね。まあ、結果的に7二歩成したけど桂香拾わなかったんで微妙だったかもしれないですけど、でここでまあ飛車と馬の交換してもいいんですけど、ただねやっぱねこう働いてる馬と相手の死んでる飛車の交換になるんで、そんなに得じゃないかなっていう感じですかね。でまあこんな感じで進んでいって、この辺からはもうグダ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 の将棋なんですけど、ちょっとね申し訳ないなっていう感じはあるんですが、まあ、ここはね、ここはもう ここでもう決めに行かなきゃおかしいところを、なんかね馬引き、うーん、ここどうするんだろうな。願いを叶えてやろう。まあ、風打ちはそうだけど、うん、いやこれ3二金でどうしようかなって思ったんですよ。まあ3二金で4一馬ですか。3二金4一馬、3一金同馬、2二銀ってやってきたら、もう切っちゃって、まあ、5二飛車ぐらいで寄ってるでしょってことですよね。相手金がないんで、まあ、3一銀から4二金とか絡めていって大丈夫だろうっていうことなんでしょうね。うん、はい、だろうな。うん、まあ一応これ詰めろなんで、3七銀からの探し角っていう手も通用しないしっていう感じですか。なるほどな。うん、まあやっぱそうですね、やっぱりここで、まあ、2二歩同金3一銀が一番早いですか。
相手も受けにくいですもんね。金がないんで、やっぱ金なし将棋に受けはなしってことで、受けにくいということですね。はい。うん。ということで、こっちはもう、よくわかんなかったんで、とりあえず馬引きました。はい。はい。で、今日打たれて、まあ、今日打ちに関しては、これが詰めろじゃないんで、まあ、ここで5-1しちゃってもあるのかもしれないですけど、ただね、まあ、4-7銀、同銀、同歩なり、同金、同香なり、同玉っていう、王様裸になるんで、ちょっと怖いですね。ただ、まあ、一応、5-6、6-5、6-4みたいな感じで、まあ、逃げ込めるスペースもあるんで、ああ、その方が良かったかな、5-1飛車の方が。まあ、一応、ふーってふーっては安全かなと思ったんですけど、いろいろとやられて、ちょっと怖くなりましたもんね。まあ、結果的に、うまーく、さっぱりできたんで、でここも3-4銀って打ってきて、で、まあ、3-4銀打たれたらさすがに、6-8馬とか引くしかないですか。5-7馬と4-5桂があるから、引くしかないですかね。まあ、歩だったんで、これは寄っといて大丈夫かなと。でもこれ3-3桂打ちってやってくるのかと思ったんですけどね。ただそれもやっぱり3-5桂って打ちたいだろうなっていうのもあるし、難しいとこですね。やっぱこんな感じで、ちょこの歩もいい手でしたね、ちょっとね。ちょっとなんか気になる歩だったから、もう取るしかない。うん。でも歩叩いて、まあ、寄っといて、まあ、角打ち、この辺からはもう決めに行こうっていうエンジン変えていったんですけど、まあ、もうここはもうしょうがないですね。で、同金だったら2-2銀、同玉、3-1銀。1-1玉は2-2金。3-2玉は4-2銀なり、同玉、4-1金。3-2玉に5-2金なりまでっていう感じですかね。なんで、まあ、受けてきたと。で、取って、この馬入り。これも詰めろなんじゃねえかなっていう、思ったんですが、多分詰めろですよね。3-3桂、2-2玉、1-1銀。3-3玉、4-3金。同香、同歩なり、同金。3-1左。で、3-2銀引きに、に、まあ、2-2銀ならずから3-3金ですか。みたいな感じですかね。はい。で、積みだということで、まあ、ここで取るになりましたね。すいません。はい。ということで、まあ、なんとかなんとか、勝てたかなっていう感じですかね。まあ、こういう将棋もやっぱり右玉やってると結構多くなるのかなって思うので、まあ、あげますか。はい。ということで、はい、今日はこんな感じで終わりにしていこうと思います。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは、失礼いたします。